PK 戦の末辛くも乗り切った鹿島アントラーズ。東北電力との試合では力の差を見せつけての圧勝を飾った。先制したのは予想に反して東北電力。キネの意表をつくロングシュートからフォローした猫が佐藤につないでリードを奪った。初戦に続いて先制ゴールを奪われたアントラーズはその2分後、長谷川が得意のヘディングで決め同点。ゴールラッシュの口火を切った。後半に入り、ジーコのシュートをゴールキーパー佐藤が弾いたところを長谷川2点目。黒崎のセンタリングをアルシンドがヒールキックで3点目。ジーコ4点目。再びジーコ、アクロバティックなヒールでのボレーで5点目。そしてゴールラッシュの締めくくりはワンツーから抜けた黒崎。6対1、アントラーズは一試合目と見違える内容で完勝を飾った。大量得点こそ奪われた東北電力、しかし初出場での初戦突破、そしてこの日の先制点と見事な健闘、収穫の多い大会だった。